どうも牛若丸太郎でございますね。今日はね、幼児山本スタイルでねやっていこうかなと。黒でね統一してね、ちょっとこの後ろ側がちょっといいんだよね。何角形っていうんですかね、カブトのね、形ね。シャレオツだぜ。まあ、レベルも89まで上げさせていただきました。捨て振りはわかんないからね。とりあえずこんな感じになってますけれども。89でもかなり大変よ。初心者はね。まあ今日はなんとか浅いをね、浅い長政をね、なんとか討伐するところまではやりたいなと思っております。どんどん行くぜ、行くぞ。いや、まずはね、もうサブミッションからちょっとね。おっとっす。いや、難しいよ。すぐ死んじゃうからね。ちょっとでも触れたらすぐ死んじゃう。やっぱりね、スキルが重要なんだけど、あっ、アルトス。もう敵死が多いのよ。こういうことだぜ。ちょ、今のは大丈夫。え、なんで。あ、そうだね。まあ、一応ね、来られるかどうか分かりませんけれども、 SOT になってますから、とりあえず1個おちょこをね備えさせていただきます。この頭の兜のね、この何角形か分かんないけど台形みたいなのがねいいです。すごくシャレオツです。ちょっとねロボット系にも見えるんだよね、これ。戦国時代の兜はほんとねいいデザインが多いよね。こっちじゃないのかい。まあ、そんなに兜のね、重さはなかったみたいですけどね。あ、もう死ななくなってんだ、一撃で。マハパンチ。あっ、戦闘中にこんな変えらんないね、まだね。うまい方の動画をちょっとね見させていただいたんですけれども、すごい、こう戦闘中にこう型を変えてたわ。オルトスできません、まだ。このマントがいい、マントが中途半端な長さのヒーローっぽいよね。おぶら、あ、大丈夫？いきなり落ちちゃうから。こんばんは、布さん。だいぶ慣れましたか？あ、モンスターさん、ワンバンコでございます。いや、まあ、まあまあかな。ん、ちょっとね、やっぱり、上手い人の動画はね、やっぱスキルが全部くっついてんだろうなって感じ。そんなスキル、身についてませんから、僕。え、だ、毒になった、もしかして。毒にはなってないのかな。アルトス、次のね、このスキルがいけないのよ、これ。あ、これだ、修行ミッションがね、なんか必要みたいですね。だから次ここクリアしないといけないのかなっていう感じなんだけど。斎藤利光がねめちゃくちゃ強かったよ。あいつ大立ちなのにめちゃくちゃ攻撃早かったね。え、またここなの、やばくない？99の人いるじゃん。アルトス、
あ、でもそうか、89に合わさっちゃうんだよね、確かね。ちょっと行きましょう。オルトス、あいて、おい、間違えたボタンがね、まあ、そういうことなんですよ。ボタン間違えちゃうから。お、マガラが出てくんのかい、ここ。あんまりダメージが入らないね。あ、危ない。あ、しまった。まあまあまあ、また、あ、別にあれか、変化しなかった。あー、やばい、いつから当たりにいっちゃった。お、なんか来てない、なんやねん、やばいやつ来てる。どうしたい、2対1になっとるやん、この状況で。ふざけんな。いる、無理でしょこれは。当たんね。あー、なんで3回も来んの。これはマジか、すさまじいね、やっぱり。なんてこったい。あぶれ、ちょ、また落水、ありえるからね。やばい、危な、あ、危ない。
いる。この辺はね、ぐるっと円描く感じは本当ダークソウルみたいだよね。おぶろ。あ、なにこっちもあった、もしかして。あそこが最終だったのかな。リード。いや、やばいやばいやばい、なんかやべえやつ来たわ。もうこいつだろ、さっきのやつ。あれ回復してない向こう。あ、こっちが回復してるんだ。おいで。なんでお前スーパーマンすごくね。まあ、やっぱこいつ回復してるやん。やばいやばい、危ない。ここでもう回復全部使っちゃうじゃないこれ。いいよ。あ、来た。誰やねん。あ、全然お前全然減ってなくない。おい、それはないわ。なんでこいつ回復してんの。いや、すげえや、起き上がりがすごい早い。あべ、死ぬ死ぬ。いや、こいつ倒せなくない。回復してるよ。あいだ、あ、もしかしたらお前あの青いなんか塊からパワーもらってんじゃねえだろ。あ、戻ってんじゃん。あれだ、やばい、死ぬ。あ、倒す。なんだここすごいね、すごいね。右に行っても左に行ってもヤバシじゃん。あべ、弾がねえわ。弾補充でございます。あいつなんで回復してんねん。おべべべべ、そうだった、いたわ、いたんだ。いいだよ、熱い。ずるくないですよね。ちょっとマッハパンチ狙っとるかな。ここどうすんだよこれ。ちょっと満タンにしとかないと。いや、あいつ来たわ。うわ、あいつこっちも見回ってんの。
お前は当たって俺が当たんないのかい。それでなんかみんな回復してんな。やばいやばい、あいつに見つかった。ちょっとなんで回復すんの。ちょっとデコイとして使わせていただこうかな。おとりとしてね、申し訳ないけど、まあ、65でここまで来てんのすごいね。真っ黒やないかい。どういうこと？あ、その武器、それ DLC 買わないとダメなのかな。持てませんけども、僕は。ナイツ、それ。項目上。邪魔よ。こいつだと思うんだよね。よし。ほら。やっぱり。あとは頼む。なごたかよ。これのおかげでみんな回復してたんだろう。同じところらへんにいるのね。これはこっちはいけないじゃん。その武器よね、強いみたいですね。危ね。よし、ここが使えるならね、まあまあ変わんないな。あ、お前そういえばいた。そういえば復活するのかい。そうやったわ。その棒の実力見せてくれ。また間違えちゃったボタン。あ、丸ね、丸。ちょっと君は大丈夫なのかな。行きましょう。じゃああ、やばい。やばい、マハパンチ。ちょっとここで回復しといてもろて。出たわ、やつが出た。このね、妖怪中にダメージ食らうのはどうも納得がいきませんけどね。ここなるべくここで削って、いいよ。うん、危ない、あれで、やめ、死ぬ。いいだ、やばい、スケビトがもう体力ない。
付け人頑張ってくれよ。間違えちゃった。いけるんじゃないこれ。あったっす。いいぜ。またしても届かぬか。エレガントな挨拶を身につけましたからね。あったっす。いけたぜ。この移動中もねできるみたいですから。レーベルやっぱりね、この適正レベルより30くらい多くないと僕初心者は難しいような気がするんですよね。アルトス。まあ、70がなんとかなんだよね。ここ行きづらいわ。71。あ、このこれ行きましょう。スキルがね、何を上げていいかわからないのよね。難しいわ。足を引っ張んなよ、秀千代。すげえ口の利き方だぜ。オスも手に入れたから。あ、弾補充してきます。ちょっと投資イエッジちょっと待ってて。あ、そうだ、バレビトをね、とりあえず一人おちょこつけときますんで。アルトス。あ、ないよね。うわ、これはあれかな、やっぱり。何、武田信玄。あ、危ない危ない、ね、みんな角に追い詰めたらすごい連撃するよね。できませんよ。いいよ、いいんじゃない。いやー、なんかしてきそうだよ。なんだこの音は。危ない。誰、やばいやばい、死ぬ。おい、また複数戦ね。いや、俺その火の玉嫌い。早いな。いいよ。あ、いいよ。いや、またなんか出てきた。おい、こっちに2人はやめてくれ。あ、回復しやがったあいつ。やばい。じゃあ死んじゃった。あったっす。おい、貝の虎、もうちょっとだったのね。やれそうだぜ、俺は。うおおいアルタス今ガードしたよ。全部体力持ってかれたじゃん。そんなことあんの。ガードの意味ナッシングじゃん。ライド取られ。2人でね、年エッジ。
体力すぐなくなっちゃう。やばい、ナイスナイス。とっととやっちゃおう、とっととやっちゃおう。よいしょ、いいよ、奴らが出てくる前に。正方書何ですかね。オルタス、なんだ、まん、あれを倒せばよかったんだよね。え、終わりじゃないの。達成が出ませんけども、あ、出た、いいのかな。死んでもまだこの世に居座ろうだ。とんでもねえ執念だな。さすがは信長様も恐れたほどの男だ。なるほどね、オルタス。短いねミッションでしたね。それであと1個ミッションと 本編のメインストーリーをよくやった、手に入れたじゃん、アルタス。ここね、もうここと一緒なのよ、推奨レベルが。大丈夫かな、ちょっとレベル上げらんな。全然ダメでした。あ、オガームが手に入るのね。やばい、これ1対1のやつ、いや無理じゃね。これだってあれでしょ、今度は戦うでしょ。ちょいっと、いきなりそれはないよ。違う、アイテムや、なかったよね。招き猫、そうね、招き猫もいいね。これじゃなかった、そうだよね。これをショートカットに割り振った方がいいのよ。いや、招き猫じゃないや、猫を使って倒せるかどうかだね。まあ最初はどんな感じか動きを見よう。おー、はや、うそだろ、やばい、それは、あ、この、あ、やるね、うそだろ。どんだけ体力したっけんだ。オルタス、これはね、スネコッチ使った方がいいな。2匹出しちゃおう。じゃあスネコッチ、おこんばんは、カンプが木までにやられてましたね。ワンバンコです、キツネさん。日本代表ね。おいと、無理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 。あ、それやばい、なんだ、めっちゃ正確だなあれ。それ当たるのね、参っちゃうわ。もういいよ、やべえ、第2段階入りやがった。
うわ、雷攻撃してきてるんじゃない？ウィンターさん、こんばんは。あ、痛い！やばい、やばい、やばい、やばい。やめた、回復使いすぎたわ。オルタス、やばいっすね。こっちにもね限りがございますからね。あ、でもあれが使えるわ、妖怪技が使えるんだね。ちょっとさっきから乾杯してますね。いや難しいのよ、キツネさん楽勝じゃないのよね。さあ行くかい、やろう。あ、ほら、ええ、そのノーモーションだったじゃん今。やるじゃん。やばいやばい、それはずるくねえか。わかんないよそのモーション。あぶら。あ、いいで。おほほほい。いや強いな人間型。勝てますこれ。これあんまり使いたくないな。まあでも使おう。使っちゃうぜ。さすがタダカツですよ。いや本当ですよ、タダカツめっちゃ強いわこれ。いやだからそれ買わせないのはさ、危ない。嘘だおい。そんなもんだよ、もう近づいてくんのよ、早いのよ近づいてくんの。やばい、スネコッチがいなくなっちゃうわこのままじゃ。いや、なんでそれ間に合わねえんだ。危ない危ない。正面じゃ無理ですよ。なるほど、真正面じゃ無理ね。そうだよ、あ、危ないからその回復中にね。危ない危ない。お前回復しませんでした今。いやどうかな、これで出らんねえか。殴れ殴れ。あ、まあ、最後はやっと、やりました。アルタス、めっちゃスネコッチ無駄にしたわ。己が優を誇るには尚早。
もうちょっとアルトス、もうちょっとねお顔立ちをかっこよくしてもよかったような気もするけどね。ああ守護霊をいただけるわけ。僕が相手でしたね。そうね。いやてか斉藤利光の方が強かったわこれ。まだ。トンボは避けた。鬼は切れず。我が言う司教にはほど遠し。なるほどね。そんなことはないと思うけどな。三河武士。治れは。命するより惜しきこと。まあ生涯50戦くらいね戦に出たみたいですよね。道蔵はいないんですか。古今どっぽの勇士。あ、道さんですか。道さんはねあのこの主人公のお父さんだったみたいですよ。なんかそんなお話っぽいね。アルトス結構最初の頃に出てきましたよ。戦ってはないけどね。この兜いいよね。アルトス、いやなんか防具もあるみたいですよね。なんかこう同じので揃えるとか自分のこうなんていうんですかね。こんばんはニコニコ。あ、ワンパンコさんでございます。あ、西本さんワンパンコでございます。でちょっと仁王をねやっておりますけれども。では帰宅するのでさよなら。アルタス、まあね昨日の日本代表でかなり皆さんがっかりされてると思うんでね、ちょっとメインストーリーを進めましょう。このままじゃねスキル解放できなさそうなんでね。スキルのあのレベル上げられるやつがめちゃくちゃ余ってるんでね。ネズラさん言ってラッポニコニコ。ここよここ、途中でやめたとこだねここ。まあ、あの時より10くらいレベル上がってるから、まあ、まあ大丈夫でしょう。ここ開かないよね。あるとす、ちょっと狙いがね。みんなやってるけど、ゲームはソウルライクゲームですかね。あ、そうですね、どっちかって言ったらソウルライクですけど、ソウルライクよりレベル、あぶら、レベルが低いとかなり苦戦するゲームですね。正直ダークソウルの方が一番最初の頃は簡単かな。これ多分スキル解放って言って、このそれぞれのスキルがあるんですよね。でこういうので強いスキルにを取っていくと、まあ多分そこまで難しくないんじゃないかなとは思います。敵の火力がもう異常なんでね、ダークソウルみたいな少しこう考えてくれてないなっていう感じかな。ダークソウルもまあちょっとぶっ壊れてますけど。いや、どこにいるの。ああお前に見つかったのね。そういえばそこにいたわ。いやでも、ああそうだったわ。難しいゲームが好きな方はそうね、好きだろうね。やべ来ちゃった。いやなんか他のも来ちゃうじゃんこれ。あると、まあ、無料なんでね、ぜひとも西本さんもね遊んでみてはいかがでしょうかって感じですね。
無理して突っ込むとね、やっぱ死にますから。ソウル系の、ソウルライク系のゲームはね、なるべく1対1にして戦わないと。うわ、案外強いね、あんた。あ、超アルタス。そこで止まるんかい。おい、危ない。いいね。おお、それよ。あいつに気づかれてたからな。即死でございます。1対1にしないと。あ、そうだ、まあ誰かね、やってる方いらっしゃったらね。ここに引きいるんだった。ああ、外したわ。ああ、しかも弾の補充を忘れてたわ。あった。狙える？あそこの見張り小屋狙えなそう。狙えないね。バレちゃったらね、みんなで寄ってたがってボコられるからな。正規ルートはこっちですかね。うん、そうだったわ。危ない、なんか出してきたわ。雲はやっぱね、ブラッドボーンの雲、赤雲が一番強いけどね、無限に湧いてくるから。あんま使うと。密かにね。あ、密かに行こうとしたらバカバカ。オップの。いや、こっちの後ろにもいたな、そういえばさっき。やっぱり危なかったわ。間に合いました。いや、もう一匹いるの、どこ。うっ、来たわ。お前それできんの、居合切り。いたいたいた。早いのよね。また同じことになってるよ、さっきと。ちょっと逃げたほうが。やべ、まだ生きてんのかよ、お前は。バカめ。シュッ。オルトス。
やばい、なんか見つかった。あ、またお前、あ、こっちに戻ってきてたのね。なるほどね。やばいやばい、大砲ってくから。お前ね、お前はやばいよ。ここだったね、確か。どい、なになに、犬っころじゃん。痛い痛い痛い、もうなるほど、ほらアルカース版ハデスの詩 P アクセント全てのアクセントの詩絵文字キウータさん、ワンパンコでございます。もう泣きそうでございます。89までね、レベル上げましたよ。けどもうすごいね。ムタさんどこまで行ったのかな。涙が枯れてから本番です。ピーピーピーキラキラそうね、私たたりモッケちゃん倒したところを。おお、すごい。あれはつらかったぜ。うたさん絵文字の。あれはつらかったぜ、もう正直。無視した方がいいんじゃない？無視してもいけるよね。お前は追っかけてくるのか。日水さん、アクセント、アクセント、キラ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 。歌さん、同じ。どうしよう。なんやねん。アフタース。お前は卑怯なね。鬼のくせに卑怯だね。さんの質問。にそんな卑怯な技を。こっちで合ってるのかな。やべ、わあ、またバレちゃったよ。ほら多いのよ来るのが。あっちょ、顔面吹っ飛んだな。三目八面さんの方が辛いです。倒せるけど姿がもう見せられません。そうね、あれはかなりの不気味さございますよね。なかなかあの造形美はないよね。お前この降りてこい。あれ戻ってきてんじゃない、こっちに。違う、新しいとこ、ここ新しいとこだね。いやもうあれやだね、大砲みたいなの。なんで位置バレとんのや。久しぶりに敵キャラの造形で引きました。アクセント悪悪確かに。嘘だろ。今のはないぜ。た、あれだよね、壁通り抜けてきません？あのたたりもっけのあのなんか黒い玉とか。今もだってここにいなかったっけ。たまにね、こういうなんですかね、アセットのね、壁を通り抜けてくんだよね。通り抜けたり抜けなかったりするんだよな。あそこで鬼がまたねズルをしようとしてますね。逃げろ逃げろ。うーおら、やばい、いっぱい来た。
そうです、そうです。あ、痛い。あ、なんか下に落っこった。危なかったわ今のは。ふう、アルタス。このね、兜いいですよね。あーた、幼児山本スタイルでねやってますから今日は。このマントもちょっとね、あ、なんか、あいつなんだ、キュウソではないんだよね、なんだっけな、テッソ、テッソ、テッソだね、あれは。うぅ、テッソ、お前ら、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、完全に、いや、騙されたんじゃない、これ。こっち、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 こっち。逃げろ、逃げろ。おぉ、もう地獄や、地獄。自由絵文字。あ、もう。合ってんのかな、こっちで。うぅ、よくわかったな。いった、やばいやばいやばい、ミサイル来てる。あれミサイルじゃん。あれ戻ってきてない、こっちだったんじゃない。オルトス、よし、いいよ。こっちだったのね。おならプープーだよ。なんかね、あの臭い匂いになったらあれなんですかね、なんかダメージ食らうのかな、その辺はちょっとね分かんないですけど。うわ、もうなんか、あー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 あああああ、ちょっとお願いします。じゃあまたね、美人キャラでございますよ。あ、え、どっから撃ってきてんのミサイル。ああ、どっから撃ってきてんだよ、ここから。おならはダメージ食らわないです。お前、おーい、おら、鬼2体いんの、ちょっと待って。わ、やばいんじゃない。うん、お前も気づいたのか。ちょっとね、兄ちゃんまずい、まずいんじゃないかな。狭いところの牛鬼ちゃん苦手。アルタス、うまくいったわ。そう、狭いのにね。まあ、王たちはね、少し、あ、いった。ちょっとね、王たちは少しひるむんだよね。だからまだ大型の敵には有効なのよ。あ、撃てんだね、たまや。アルタス、あれまだ特攻用向こう側が終わってないのか、マジで。ウタさん助けますよ。こいつもキラキラ円アクセント、すべてのアクセント P、こいつね、キラキラ円 P アクセント、キラキラ円 P アクセント、すべてのアクセントキラキラ。バイ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 、お前いたんだったわ、忘れてた。
いやー、なんか複数戦になりそうで嫌だな。おーい、やばいやばいやばい。いいと、あば、死ぬ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 。お前らだからもう全員で来ちゃダメでしょ。やばいやばい。俺はいつも皆さん歌さんと歌さんを見る。あったっす。こっちに来すぎたな。さては、あった。ふう、あれ、なんかいる、なんかいる、後ろからなんか、なんか聞こえたわ。お前、あれ、あ、外した。お前あれ、タルーはそのまま持ってくるタイプ？あれだ。こっちで合ってんのかね。あ、なんだこの赤い丸は。この上になんかあるな。あ、行けなくなっとるやん。わ、この下もなんかいるじゃん。できるだけ弓、鉄砲、大砲を上げた方がいいよ。なるほどね。鉄砲は少し上がってんじゃないかな。今から月キャンプ行ってきます。エモリ、あ、行ってらっしゃいませ。あれだす、アクセント、すべてのアクセント、ピーシキラキラ。そうね、対馬ももう、まあ、それでも1週間2週間くらいやってないのかな。そろそろお月キャンが全くできなくなるんじゃないかって感じで、ちょっと怖いですけどね。こっち正規ルート間違ってないかな。あ、あそこの下に降りるのかな。じゃないかな。お、こんなとこにあった。あるじゃねえか、はしごが。あ、なんかいるし。うわ、見たことねえわ。斧振り回すやつかと思ったら。俺も対馬全然してないよ。あ、やばい、ワイラ。だからもうこの変化中に、変化中にダメージはやめてほしいね。戦による家や変さの念、汚れとなって我が身の血に染み出してきているようです。いいと、ちょちょちょ、どっから撃たれてるのか見えない。しかもなんか移動してるし、ここにいたのに。
あそこにいるわ。早い、あいつ早い。こっちは？いや、またなんか変なでっかいのいるからな。そこの水入っても平気？うぅ！これは罠だったじゃん。危ない危ない。アルタス物理ね、聞きづらいからね。あいつはいつもなんかな、周りにいそうだよ。あ、早かった。あ、やばい。なるほどね、ダメージはないけど。やばい、おならするところだ。おならしそうだよ、あんな。あるか。あ、なんかいる。あ、でも鬼が多いよ。変に転がっちゃったじゃん。この乱世もはや2階に行ったら絶対絵文字買いますよ。あ、本当に？あれ、六六首になるやつじゃない？大丈夫かな？お方様、せめて姫切りだけでもお逃がしくださいませ。お、剛力のヤシャマルかな。元からいる NPC だね。あー、剛力ヤシャマル。あ、でもすごいね、全然ダメージ食らってないじゃん、剛力ヤシャマル。ほんとだ、なんか足音聞こえるわ、どんどんと。おっ、何のポーズ。あ、それはすぐできるわ、アルタス。もう常にやってますから、スキップは。ここじゃない？おい！あ、お前。あ、やべ。なんだお前。どっから出てきたの？これはなんだ、何のギミックだこれは。あ、ここにあるのね。いや、でも拝んじゃうとね、本当はダメなんですけど。
みんな読みがっちゃうから。こっちは？うわ、なんか、なるほどね、こいつね。やばいよ、ヤシャマル、ヤシャマル、ほら。うう。すごい攻撃力。わあ、やばい、捕まった。あ、しかもスローになるやつ。これはやばいぜ、危な。おっと。いや、まだいるの、いっぱい。あった。ヤシャマル防御力高し。全然ダメージ食らってないじゃん。今の殿に我らの声は届くまい。ずるくねえか、ずるくねえか。どっち？行っていいんですよ。行っていいんだよ。ヤシャマル。わて。あ、おなら。間違えた、また。死ぬ死ぬ。あ、死んだ。おい、ヤシャマル。アルタス。おならに気をつけないとね。吐き気を催してたじゃん。マジで、もしかしてあのでかい雲復活してる？いやだね。上は？上どうなってんの？またね、死角にいるわ、これ多分。なんか。おお！やっぱり。なんだっけあれ、スミジロだっけこいつ。我らに残された道は。もうマジか、また。いや、いっぱいいるわ。天守へ攻め込めぬようからくりを用いるとは見上げたものですな。いかにして進むか、これは腕がなりますの。なるほどね、スイッチっぽいのがあるってことね。いや、2体いるからな。まずこいつから。あー、危ない。あー、危ない、落ちた、落ちた。次はお前か。やべ、お前もいるのかい。
なかほんとぶち殺しに来るよな。やばい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 、死ぬ。引っかかったな。もう一人来ちゃダメよ。お前はダメだ、来たらアルタース。もう一匹来たらダメっしょ。なんでついてくんのこの人。まいったぜ。天守閣まで行かなきゃなんないから結局ね、あそこを通らなきゃなんないのよね絶対。ほんと死にゲーだわ。真の死にゲーだね。この子いる。お前はそれはずるいわ。よし、この蹴りはなかなか。逃げろ逃げろ、危ない。いや今回復。危なかった。あ、そっか、あ、違った。あ、痛い痛い痛い。稲葉山城と勘違いしてた。消えました。戻ったのかな。あいつがボスなのここ。あ、お前もいる。お前、生きてた。出た。こいつも嫌いだわ。うわやばい、死んだんじゃない。あぶね。おーい、タイミング、いいタイミングだわ。もうトホホだね本当に。危ない危ない。危ない、外したかと思った今。やべやべ、2匹来ちゃう。やっば、すごい来るじゃん。でかいのもいいのか。来た。
いた、いた。あ、消えちゃった。また向こうに戻ったのかな。あ、もう踊ってるわ。あ、バレてる、バレてる。あ、ブルー、あ、鉄砲がもうなくなっちゃった。おい、ちょうどのとこで消えたんじゃないの。ずるいわ。いやー、もういっぱいいるね。来た来た。危ない、すごいダメージなんだよな、ダメージ量が。厳しいよ。あっと、あそこにいるじゃん。こっちで合ってるのかな。合ってるよね、多分。おっと、なるほどね。それで今まで行けなかったところが行けるようになったということかな。アルタス、どういうこと。下の雲をやっつけられたのかな今ので。来なかった、ここ透き取るところになっとるやん。どういうことや。あ、もう一個向こう。危ね、あべ、落っこちた。おいー、ちょっと待って、ちょっと待って、お前ら誰やねん。あぶな、ちょっと、なるほどね、ここね。危ない、無用な摂取はしない主義なんだよね。来たら仕方ねえな。うん、危な、スーパーマン、お前。スーパーマンすげえじゃん。こっち、
ここは来てないね。やべ、見つかった。さっきのやつらじゃない？でも死んだよね、確か。あれ、ここ来てない。おお。いた。あべ。スネコッチのおかげで助かったわ。あ、やっぱり小玉がいたわ。あれ、ここ来てないっけ。逆側に出たのか。なるほどね、多分そうだよね。俺このアイテム取れないじゃん。そうだね、階段からはしごで降りてきたんだよね。迷子だぜこれは。一回動かしたら何か変わるかな。あ、これか、これだわ。アルタス、わかんねえから。もうインテリアと一体化してるかな。これでどこが行けるようになったの。あ、ここ行けるじゃん。あ、なるほどね、さっきとは違うところに。あ、危なっ。何言うん。やめて。わしらは構いませぬ。一玉、どうかお逃げくだされませ。あ、あ、いたいたいた。やばいやばい、気づかったわ。あ、超いいね。あ、ついについに来たんじゃない。これ最上階じゃないですか。あ、ぽいね。ここはボス戦だわ。来てもらおうかな。オルトス。
また美女ですよ。ね、皆さんお待ちかねのね、オルトス。強そうだね。ムービー入るんじゃないかな。あ、いいぜ、いい顔だね。あれまだ人なのね。救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直高を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。ああ、まあやっぱ化け物だ。うわ、ドタ攻撃してくるから。おお、早っ。いやいや、早い早い。あぶない、死ぬ死ぬ死ぬ。よく今の当たらない。痛い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 。遅かったな。あ、やばい。タイミング難しいね。それダメージ。あぶあぶあぶ、逃げて。あぶ、間違っちゃった。あぶ、いいね、いいダンス。やったぜ、一発でいけるとはね。ちょっと動きが他のボスに比べれば、まああれかな、緩やかな感じだったのかな。にしてももう本当に回復がね足りません。2発食らったらもう半分以上持ってかれるから。ああ。誰やねん。この修験僧みたいのが。なんかこう妖怪の鬼柴田が一番きついよ。なるほど。霊石が見せる夢は代償を伴う。あ、誰だおめえは。こう最終ボスですか、この方が。
哀れみをこいもす。何とぞ一打を。なんか新しい力をね、手に入れたんだね、ま、一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。信長も戦うのかな、これ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。なるほど。兄上が作る世には光がない。その輝かしい世に愛する者だけは残したい。大きくうなずいたね。覚悟のほどが知れるわ、これでね。急がんと、火が。最後のお別れをするいとまをください。やっぱ、ま、奥ゆかしいよね、日本はね、本当に。もういい顔してるぜ。あれだ、あれ、もう一匹手に入れなかった？あ、さっき鳴ったっけ、今の。これで次のステージに行けるんじゃないですか。そろそろ修行ミッションね、修行ミッションが来てほしいな。オルタス、あ、まだあるの、ミッションが。これ74じゃん。あ、これ、あ、どっちも74だね。オルタス、レベルはまだまだ。アムリタがたまらんのね、やっぱ死んじゃうからね。ちょっとお手洗いに行ってこようかな。失礼しますよ。
よし、とりあえず次に進もう。次はどこかな。ここに俺たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。毛利、毛利元就とかの方に行くのかな。九州地方に。どうも恵まれんようだ。中国地方に行くのかな。あの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。くそ、笑える、笑えるよな。へっ、だよな。はい、証のお前には竹中直人さんでしたっけ。わかんねえか。なんだっけ、役者の名前忘れちゃいましたけど、ちょっとたまに木梨憲武氏に似てるんだよな。どうなったの、どこに行くんだい次は。本能寺の変に行くのかなこれ。アルタス、こっからね。あ、大坂攻め、石山本願寺ね。ここで昔の重臣たちはみんな首を切られてしまいましたよね。追放されましたこの石山本願寺攻めが失敗してね。あ、ほら孫一が出てくるんだじゃね。秀吉、はっ、この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ、この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし、おい聞いたろ、秀の味行くぞ、ほら来い。サルメ、いつもながら厳禁なやつよ。小谷での働き一に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは。お主は何を求める。そ、何のためにね動いてるのかがちょっとわからないですからね。神仏、あやかし、霊石、そのすべてを御してこそあまねく天地に楽土を敷けよ。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。しかれどうぬの青き瞳にはその定めに逆らう力ある。万里の波動を超えるがごとく、この信長の野望とともに人知の果てを超えられよ。ほう、背負えるとはな。お主の背にあるものが
褒美じゃ。あ、もらえたの。あれ、出す。いいの、信長公が使えなくなっちゃうんじゃない。あれ、出す。あ、ムーミオシ。鉄砲を使う最下手、手強いわね。そうだね。後で会いましょう。また別行動なんだね。なんかくれたりしない。後で会いましょう。何もくれないのかい。俺の睨んだ通り、こっちの守り。さ、本願。さて、はい、こっちは任せた。どうして。ちょいと、何もくれないのかい。どうせこっちはね、まだ閉まってるよね。アルタス、そうだと思ったわ。開けられんの？開けらんないのかい、ここも。やばいやばい、見つかった。おお、なんだ。あ、最下手なんだ。早っ。まあ紀伊半島にね、最下手はいるからね。やっぱまあ大和も近いからね。あ、いた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 。忍者のあれも危ない。忍者のね、術も使えるのかな。違う違う違う、もうアイテムの近くにこの赤い塚置くのやめてほしいわ。そうだね、戻ってきたんでね。そうか。ああ、いいところで止まるな。アルタス、いいよ。最下手に鉄砲でね、挑むとはなかなかの。おお。おのれ、信長様にひれ伏さぬ目障りなカラスだね。まあ一向一揆はね潰せたけど、最下手は全滅させられなかったんじゃないかな。この鉄砲の弾込め早いよね。普通ありえないわ、この速さ。開けて、あれ、開けて出てこない。バカだね。あ、二丁拳銃すごい。この当時はなかったろ絶対。武器として使えるのかな。出たらいいね。うわ、どこで撃ってんの。
この上っぽいね。この上でしょ絶対。あそこで、ね、おそこかい。あ逆が開いた。落っこっちゃった。あれ降りてこない。あ降りてきとるやん。いや今防御したって。あ誰かいる。最下の誇りは怪我させない。私が追加されてきて。誰や。え。もう。そりゃないわ。銃撃に当たったかな。もう。またノーアムリタよ。ノーアムリタ参っちゃうね。あれまたもう長い旅が始まるじゃん。ああもう外す？いやもったいない。嘘だ。あっとす。ああもう一匹いたんだね。そう忘れてた。危ない。王たちはね隙がでかいからな。バレてた。あちょやばい。上？せっかく隠れてたのにね、自ら隠れる場所を教えるっていう。うわ多いな。なんかすごいいるじゃんそこ。あ失敗。当たんないんだよねこれ。あちょあれこっちからいけない？いやこれ落ちたら死ぬよね多分。って言ってからちょっとね間がございますね。あ、そう、あんたいたわ。
来たか。あんまりそっち行きたくないな。よし、いいでしょう。中ボス？お前か、さっき。ああ、またなんか台風みたいの降ってきてる。おお、まあ大絶か。こんなとこにいたのか。あったっす。ああ、ここをどうやって取るの。取れそうで取れない。上から行くのかな。最初のとこじゃないよね、これ。こっちでいいのかな。なんかいるし。仲間だった秀千代殿。あ、大谷義継じゃないですか。またあなたの陽動のおかげで織田本体も侵入できました。中にはあやかし何にもくれないので最初くれてたんだけどな。分かれ道、分かれ道、どっちかな。これやっぱり、おい、濡れ女じゃん。嫌だね、濡れ女。気持ち悪いよね。あ、来た。あ、狙ってる。大筒で狙っておりますやん。おっ、ここだ、マッチ。なるほどね。こっちは、あ、こっち行けないのね。なんやねん。パンピー、近頃また悪い咳が出てきたようでの。あ、あれハンベだったの。もしかしてすっかり良くなったはずなのじゃが、ほんのいつの間にやら。うわ、あいつじゃん。素敵な、様式美のモンスターじゃない？来るよ。あ、これ以上入ると鉄砲で撃たれる。えだ。いえいえ、お前こいつ嫌い。あ、なるほど。うわ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 。
も前も来んのかい。やばいやばいやばい。嫌いなんだよ。はい、出て。やべ、どんどん生まれてくるじゃん、あれはきっと。でやばい。いや、まだいるのね。残るのか、お前ら。え、濡れ女。なんだお前ら、すごいね、いっぱい全員集合じゃん。場のトラウマ攻撃。もう強いな、強し。美女に。お。ヌノさん美女に噛まれた。そうですね。いや、あれはね、ちょっとトラウマになるよ。2個しかないじゃん。やばしだね。なんか上で騒がしい音がするわ。やっぱりいたわ。お前か、お前がうるさかったのか。体力あるんだよね、これ。テッソ、あぶね、あいつに気づかれてなかったわ。あいつも地味にね、地味にめんどくさいから、あいつもね。
ちでいいのかな。こっちでいいんだよね。さらにこっちかな。いいよ。いない、いないね。あんなとこにスネコッチがいるんだ。あ、一応取ってこれじゃん。いやでも満タンだ、満タンだからな。あぶれ、すぐ下落っこっちゃうから。これどこ、うん、下に濡れ女がいるわ。タックすげえどんどんしてる。なになにこれ、新しい敵じゃねえのこれ。よさぬか、悪しき心で霊石を用いれば厄災は我らに。なんだこいつ、ちょっと大丈夫かな。助っ人をお呼びしましょう。アルトス、あ、また美女。なんだこれは。誰なんだお前は。まず何本名乗れ。あ、ボスじゃなかった。いやでもボスっぽいな。アルトス、お、すごいどんどんしてるけど何の音。バグったんじゃない。何の音これ。あやかし風情が足の邪魔をするが、どこで行ってんだ い。すげえどんどんしてるけど何これ。この上にいるんじゃない。なんかいや行けないもんな。こっちでいるわな。こいつだわ、どんどんうるさいの。何これ、撃っても平気。ちょっと怖いな。ここ開けてからにしよう。あいつは何やってんだよ。そっから出られないのかな。当たらないじゃん。当たらない。当たった。いや来るのかい。やばいね、やばいね。ああ。青じた。うおお、何匹いんのよ。いた。
敵同士戦ってる。あーばい、勝家と戦ってた。なるほどね。お主には助けられたが、慣れ合う気はない。あは、最下のカラスを撃ち落とすのはこのわしよ。お主には助けられたが、慣れ合う気はない。最下のカラスを撃ち落とすのはこのわしよ。え、達成じゃないのこれ。信長の野郎め、木津川口の恨み、こいつで晴らさせてもらうぜ。クリアではないと。あ、こっち行けないんだ。あ、そっか、向こう開けたんだよね。そうだったわ。あ、いるわ。あ、いたいたいた、コーダマッチ。あ、これ今ショートカットね。なるほど。が一部解放されたってもしかしたらいけるんじゃない？いけないじゃん。この何、この修行ミッションハテナハテナのクリアっていうのが。こっちに行かなきゃなんないんだよね。ぐるって回らなきゃなんないのね。やるじゃん。まあそうだよね。あれ、あ、ちょう、やばい、ここ銃で狙われてたら即落下死だね。早くない？早くない？うん、危ない危ない、落下、落下死、危ない危ない、落下死しちゃう。相手動き早くないか。こんなもんすかね。ありそうだね、ここ。もう行けなくない？あ、行けるじゃん。うわ、ダークソウル2みたい。やっぱりね。痛い痛い痛い。らしいわ。あ、もうギリギリ。毛利の兵糧はまだか。この水ばかりでは腹が下って。やっぱ上に橋のところに誰かいるべ。
やっぱショートカットがあると思ったぜ。うわ、孫一かな。おお、やばい、誘い込まれた。なるほどね。やばい、お前の方が早いな、どうやら。さようなら。誰だったのかな。危ない、こっちが落ちるとこだったよ。もうあのお前いるのかい、そこに。もう見つかってんのか。あ、こっちは当たるわ。あれ、トス。リード。大筒か。今のは誰だったのかな。落ちちゃったからね。昔のね、大阪城は水城だったからね、再現されてますわ。いや、これボスじゃない？これ絶対ボスだわ。お願いします。はい、おお、リリシー系上司だね。お願いしますよ。多分ボスだから、これはボスじゃないのかい。ボスじゃなかったわ、ごめん。こっちは、あー、まだ長いのね。なるほどね、ここ長いな、ステージ。あやかしの毒がここにも。ため池の水は捨てねばならぬか。お前か。おおおお、やばいやばい、いっぱいいるね、いっぱいいるね。遅かったな、タイミングがね、よくわかんない。あ、マジでそんな簡単に。もう参っちゃうね。あいつ気づくのか。ただあいつから誘い出した方がいいよね。銃が効かねえ。さすがでかいからね。あれ、背中の方が頭よりあれだったね、ダメージが出たね。うわ、
決まったんじゃない今。してると死ぬのよ。これやったのか。アルトス。え、こいつがまあ根源じゃなかったのね。こん中にいるわ。絶対。あー出た。これ嫌い。どこや。お前か。ほういいね。見事なルート確認。わあテッソいるわ。こっちまで来んのテッソだよね。足早いわあいつ。じゃあ君にお願いしてしようかな。おお弁慶、あちょうどいいじゃん。牛若丸太郎ですからこっちは。弁慶が来てくれたね。ちょテッソが来る前に何度か。あテッソ来ちゃったわ。テッソが変身しちゃった。あーやばい。ほらナイス。この魂みたいな本当に嫌い。弁慶弁慶、百人力じゃねえか。雲竜、百人力の雲竜がいてくれたらね。百人力だぜ。アルトス。あいつか。本当にこいつだけか。あぶれ、ナイス。百人力。ああやべやべ、ガキに殺されちゃう。こいつは誰なんだ。あっこれ、ああやべ。あっ出す。やばあそこあれだったのに。ショートカットじゃないあそこ。やられた。またここからか。うわまだいるのあいつ。いる。ああノーアムリタでございます。大入り入大入道、大入り入道かと思った今。参っちゃうね。さての心取れた。
いで。おほほほ。ちょっともうちょっと慎重になった方がいいな。場所はあってのね。あぶねあぶね。挟まってる挟まってる。挟まってる挟まってる。あぶないわ。お前も挟まっとるやん。ああもう出てきたわ。おいおい、ルノさん、こんばんは。笑いあいだだだ、8個目です。ワンバンコでございます。お、キティさんワンバンコでございます。実は内緒でね、キティさんの配信見てますよ。危ないかな。でももうキティさんすごいレベル高いですからね。あのオーブロ僕もね、早く奈落の底に行きたい感じでございますけれども、まだ89だからね、レベルがね。おー、ブラッボイスターさん、こんばんは。絵文字のキラキラ。やるじゃん。81ね。ちょっと彼に来てもらおうかな。あ、また女性ね。また綺麗めじゃないか。綺麗め女子。あるとし。急走はな、早いのよね。来た。行くね。あ、おなら、おならしたわ、こいつ。あ、ほら。体力がね、すぐ減っちゃうから。うわ、どこ行った？うわ、ガキもいんの。何が何だか。本当ですか。ちょっとあの挟まってるんですけど。危ない危ない。ないのに距離的に。いいよ。やりました。こいつは誰だ。あれ、荷物がいっぱいですになってる。なになになに、荷物がいっぱいってそんなことある。なんか捨てないとダメだね。じゃあなるほど、これにも後ろにだよ。
あ、そうなんですか。何す、あ、これももう何いっぱいってこと、もしかしてそうなのかな。なんか捨てないと。うん、あ、何これ、ハテナハテナに乗ってる。でかいぞ爆笑。ネタバレにならないように伏せてました絵文字。これハテナハテナって何すかね。すごい、初めてそんなのあったわ。何捨てようかな。これいらないんじゃないかな。でこれ拾える、拾えるでしょ。アルトスで防具もいっぱい、もしかして。ヌノさん、こんばんは。あ、ワンバンコでございます。あ、ジムニーさん、ワンバンコでございます。ジムニーさんもやってらっしゃったんだっけ？アルタス。キティさんの見てますよ。あ、本当ですか。キティさんお上手ですよね。あんなにどうやって連撃出すんだろうね。やってないでござる。やってないですか。そういえばね、やってないっておっしゃってたような気がする。ボイスターさん、ありがとうございます。あ、ちょ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 、何を取ろうと思った。これです。あ、どっちに行くのが正しいのかな。またこれも取れないんじゃないの。あ、取れるじゃん。ここね、このショートカット開けとかないと絶対後悔するわ。いやー、どこにいんの。上、こっちじゃないの。刀長すぎ。これね、大太刀です。大太刀。あの戦国無双でね、森蘭丸が持ってたやつですよこれ。おお、ここやばいね。シャレを選んでないからかと思う。あ、なるほどです。ちょいとやばい。いいだ。あ、ちょちょちょ。いや、いっぱいいるわ。こっちは当たるんだよね。向こうは当たらないと。一番最高じゃねえか。あ、気づいてないじゃん。気づかないもんだね。あ、気づいたわ。来た来た。あ、おならおなら。うー、やばいやついる。やばい、死ぬ。ああ、やばい、死んだ。あっ、やっぱあれだね、おならに注意だね、本当にね。でも注意しようがないよね。
エフェクトすごくて何が何だか。そうそうそう、それはね分かりますわ。エフェクトすごいよね。あ、間違えちゃった。どれがおなら？わら。複数人で遊んでると本当にエフェクトすごくて誰が攻撃してんのかとか分からない感じですよね。ちょっと、まあ、武器防具は後で整理しようと思ってたんでね、まあ少し捨てておかないとさっきみたいなことになりそうだね。おなら攻撃よく考えたわ、絵文字。いや本当にね、何の効力もないのかなと思いきやって感じだね。あ、73じゃん。レベルとあれがね、なんだろう、レベルが高いとやっぱ強いんだろうね。どうなんですかね。73、これもねよくわかんないからどういう理論なんだいって感じだけどね。とりあえずマックスまで上げていこうかなみたいな。あ、間違っちゃった。ああ、間違った、こいつじゃないわ。あ、これだわ。これでなんとかなんじゃない？なりません？ネズミみたいな敵でウキャウキャ言いながら口とお尻から薄茶色の煙出します。ちょっと生ハゲのデザインだけちょっと納得いかないですけど、個人的には。あ、外した。ああ、そこにコダマッチがいるじゃん。コダマッチが、ちょっと助っ人いないの？助っ人。さすがだね。また美人を呼んでしまいましたよ。アルタス。お見越し率高い、わら。テッソッチ。頼むよ。何？あ、そうだ、お前いたんだったわ、忘れてた。いいね、その上着、上物の。おならされた。やばいやばいやばい。おなら退治に呼ばれたモラさん、わら。ああ、
やばいな。え、痛い痛い痛い。あー、やっぱおなら、おならの毒素で、ヘ毒で、ヘ毒だ。決まったんじゃないですか。そんなこと言われてもね。それで兵が臭くなったんだよね。いいお庭だよね。こんなでかい庭あったらいいよね。本当にお前一人？あ、超ショートカット、やった、ここまで長かったぜ。しか読めないのね。いや、もうボス戦じゃないですか。違う。我らのテランがこれからよ。霊石などに頼ったばかりに。やっぱこっからあれですかね。ボス戦ですかね。まあ、絶対ボス戦だわ。ムービー入ります。やっぱ幼児山本スタイルはいいね。あ、孫一さっき橋の上にいたんじゃないの？あれ違う人だったんだ。なんかチクッとしたの。うわ、孫一戦しょってんだな。ずるくない？空飛べ。叩け叩け叩け。孫一は何、変身しない？孫一変身しない。おお、ダブルキル。おお、いいじゃん。かっこよかったぜ今のは。ダブルで決まりましたね。挨拶しとかないと。アルタス。おい、とどめを刺さないのか。あれ？あんたも逃げた方がいい。一発撃破すごいキラキラ。厄介なのが寄りついちゃった、ね。もうただ妖怪化でぶったたいただけですよ。アルタス。じゃあな。あんたとはまたどこかで会いそうだ。
斎藤利光が一番やばかった、本当に。動画外で遊んでましたけど、あいつ陰陽技とね、本当に。あ、なに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 、あ、牛気、あ、これ使えんの、陰陽技と。なんか大立ちですっごい早い連撃してきたね。あれはないわ。やりましたな、秀千代殿。あ、ありがとうございます。灯籠がなんか危なくない？あいや、あれはもう本当にね、すんごい強かった。最下のカラスとの決着はついたようだな。私のこと、さっきから響く地の、そこの青病団。斎藤利光の娘はお服屋で、あれでしょ、三代将軍の乳母でしょ。おっ、あ、落っこってちゃった。もう早くこれに変わる技を早く習得したいんですけどね。まだできないでしょ多分。これ何、この修行ミッションはてなはてなって、ここに来てまだ習得できません。何やら撃たれたところが、いやいや、我ら逃げ玉に鉛玉なんざ。もっと深きところ、これは何者かの、うわ、ここを降りて行ったらもう終わりじゃん。おい、勝手に降りてっちゃったじゃん。あ、登れんだ。登れますね。おお。でかすぎだろ。ああ、源頼光が撃破したやつじゃない、頼光が。平安時代の化け物じゃねえか。これは、やばいじゃん。うわ、毒出しくん。すごい伸びるね。危ない。あれ、毒になってるわ。あべ、くう。ああ、しまった。これは大丈夫、これ今のレベルで勝てますかね。
修行で武の道の奥伝クリアしたらいいよ。修行がねないのよ、それが出てこないのよ。危な、こっから落ちたら死ぬよね。あ、まだ死んでない。あ、あった。なんか条件あるんですかね、その修行のね。105、すごいぜ。しかも3つ霊体持ってるってことは、この人は結構先に進んでるっぽいな。あ、また可愛い子ちゃん出しちゃった。アルトス。可愛いラブラブ。そうですね。みんなキャラクリうまいよね。まあ僕のキャラが一番可愛いですけどね。はほら人それぞれでございますからね。ここ何も関係ないの。あ、どこどこ、小田町のここだわ。あるとす。うわ、全部じゃないんだ、まだいるのね。お城行けました、嬉し泣き。まあ一応あの牛若丸太郎ってことでやらせていただいてるんで、あのね、このこういう感じなんですよ。ちゃんと牛若丸っぽくない？で今日は兜をしてます。うわ、また蘇ってんのかいこれ。あ、そうだよね、そりゃ蘇るわ。こいつ絶対邪魔してくるだろう。いや、どうやって戦うのがあれかな、ベストかな。降りるんじゃなかったわ。いやー、マジか。あぶねえ。これは俺の妖怪技じゃダメくさいな、これ。あぶねえ。範囲攻撃の、なるほど。これはロックしない方が良いっぽいね。お、いいんじゃない？危ねえ！もう当たっちゃったわ。ワンピースから当たりに行っちゃった。死ぬ死ぬ。早かった。もういいよ。やばいやばいやばい。
またも。もう。また変身するのかい。2発目が早っ。まあ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 ね、でかすぎるんだよ本当に。大砲どうかな、大砲用意していこうかな。やばい、ここで一人また連れていかないと。おー、純和風のね、佐々木希さんに似てるような気もしないでもないけど、また美人を引き当てましたよ。持ってるぜ。お風呂行ってきます。鈴木ファイトです。アルタースキティさん、早くね、あの遊びに行けるようになるまでちょっと頑張ります。あ、ここにもいたのか。ふー、どうやって戦うかな。よいしょ。どれ、あほら、一発も当たんなかったじゃん。ウソ、かわせなかった。まずい、助っ人が。ムミヨシ、なんで助けに来ないんだよ。落ち着いて聞いて。何ですか、
あ、半兵衛が死んだ。ちょっと飛ばしちゃった。あ、いいのかな、終わってよろしいございます。アルタス、いや、いけたわ。いや、案外サクッといけたわ。これは一人で戦ったらきついと思うよね、やっぱね。スケビトのおかげでございます。兵兵を助成するなら霊石も欲するままに手に入ろう。だが闇討ちは心が痛む。夢を叶える力を。ジャック・バウアーの声の人じゃない？ジャック・バウアーじゃん。そうだな、あんたと同じこの力があれば。ああ、信長を撃ったのに秀吉が噛んでる説を採用してるわけね。ていうか本当最初のあれじゃない？あ、牛鬼の、なるほどね。あ、やっぱりここまで来ないと部のあれ訓練が受けられなかったってことだね。いやー、いけたわ。進みましたね。まあ、今日はここまでってことにしときましょうかね。レベルは1レベルも上げられなかったわ。まあ、何かねアドバイス等ございましたら教えていただけると助かります。すごいね。もうちょっとな、やっぱ強くならないとみんなと遊べませんから。まあ、それでもねいいよっていう感じでございましたら、ぜひともご参加ね、お願いしたいと思います。じゃあ今日はこの辺で失礼させていただきますよ。アルタス、失礼します。